こんにちは、うさこです。今回はこの冬買って良かったものをご紹介します。この冬ってすごいざっくりしてるんですけど、買って良かったなって思うものを、洋服とかファッション小物編とオタ活編、推し活編でご紹介していこうと思います。早速なんですけど、ちょっと久々にジェルネイルをねやりまして、推しの祈りとヒロインのマリーちゃんのイメージです。これがまずこの冬買って良かったものの一つです。ジェルネイルは本当に数年ぶり、2023年の目標の一つとして手元ネイルはちょっとやっていきたいなと思ったので、早速サロンに行って推し概念のネイルをお願いしました。推し活するってなると結構やっぱ手元を映す場面がすごい多いなって感じたんですよね。でも本当にすでにお気に入りで、やってよかったなって思うことの一つです。ファッションで言うとこちら白のダウンです。白っていうかアイボリーなんですけど、こちらはですね、フレイ ID のショートダウンです。まあ、アイボリーとか白系のダウンって、まあ、流行り廃りってないかと思うんですけど、すごいここ数年着てる女の子をいっぱい見かけて、あ、可愛いなって思ってたんですよね。念願のダウンをお迎えしました。いや、これがね、めちゃくちゃ使える。マジで最近もうこの冬、これしか着てないですねっていう勢いです。そう、色がねやっぱアイボリー系のアウターなんで、マジで中何着ても合わせられるのは本当助かってます。フレイ ID のものにした理由が、まず私あんまカジュアルな服が似合わないあのタイプなんですけど、比較的綺麗めな感じで着れる、ここのリボンとかがね、まあなんかいい感じの紐っていうよりもリボンみたいな、比較的大人っぽく綺麗めに着れる感じがしたのでこちらにしました。あとね、まあ、ダウンがよくって、今ダウンって一言で言ってもね、いろんな種類があると思うんですけど、やっぱフェザーとダウンが入っているものがいいなって、あったかいのでね思ってたりとか、このダウンはほんとしっかりボリュームがあってあったかいんですよ。マジで布団ちゃんとね防寒してくれるものも探していたのでこちらにしました。手のとことかね、風が入らないようにリブになってたりとか、背中のとこ、腰のとこがちゃんと絞れるので、ここもキュッて防寒できたりとか、自分で長さ調整できるっていう感じですごい役立ってます。で、軽いし肩も凝らない、もう本当ありがたいです。現場とかもね、まあそんなに現場ないオタクなんですけど、やっぱ防寒重視であればダウンありかなと思います。ただデメリットとしては、その現場に持ち込むってなるとすごいダウンかさばるんですよね、やっぱり。なんでこうコインロッカーに預けるとかしてました。私あの何かをお迎えする、買うとか増やすものを手に入れるのも好きなんですけど、減らすこともすごい好きで、このダウンをねお迎えするにあたって、もともと持っていたショートダウンは手放しました。冬物コートも今2着だけですね。このダウンと、まあ、ロングのあのウールのコートの2着だけになりました。会社員の頃とかは冬物コートだけでも4着5着ぐらい、持ってたんですけど、まあ、今それがね必要なくなったっていうことで、冬物のコートも2着に絞ることができました。昔マジで本当にねもう入りきらないぐらい洋服持ってたんですけど、やっぱ1着を迎えするってなると洋服は特にあのその分か、もしくはそれ以上の数手放すっていうことは意識して、もう洋服とか増やしすぎないようには気をつけてます。続いてもね防寒系のアイテムなんですけど、こちらのマフラーです。ブルーパランさんのマフラーです。いやーもうマジでこれもう本当に愛用してます。普段こうやってもうさっとこういう感じで巻いてるんですけど、ほんと長さボリューム感めっちゃちょうどいいです。まあ、あとは色味もねやっぱ可愛いですよね。推しカラーっていうのもあって、差し色になるのでね、あの本当に助かっています。あと個人的に嬉しいのがね、これアクリル 100% なので、あの洗えるんですよどうしても毛、ウールとかアンゴラとかこういったものが入ってるマフラーって、あのクリーニングにね
出さないと縮んじゃったりするんですけど、マフラーってこの首とか顔に直接つくじゃないですか。で、汗吸ったりとか化粧のね汚れがついちゃったりするものなので、洗ってね清潔に保てるっていうのめっちゃありがたいです。首元があったかいだけでも全然違うので、現場の時とかもね、もし長時間外に並ぶよっていう方とか、ぜひ首元も温めてあげてください。これは本当助かってます。これもまた防寒具系なんですけど、こちらもうめっちゃ使い古しちゃってるんですが、こたつのようなレッグウォーマーみたいな名前の、まあ、今流行りのレッグウォーマーです。私は近所のスーパーで見かけて一足ね買って使っていたんですけど、めっちゃよくって買い足しました。なんで2足を今使い回してる状態です。これは主にね、あの家にいる時に履いてるんですけど、めっちゃあったかい。マジであったかい。レッグウォーマーあるだけで全然違うんだなっていうの気づかされて、最近だと寝る時も履いてることありますね。年末年始にね大阪に帰省する時の新幹線の中でも履いてたりしました。移動の時とか長時間外でじっとしないといけないみたいな時とかもおすすめです。あのなんかバズる理由がわかるって思いました。続いてオタクグッズなんですけど、板場です。もう動画でもね、あの持ってる様子とか出してるんでお気づきの方もいると思うんですけど、板場をお迎えしました。バッグは雑貨マートさんっていうところのオリジナル商品みたいで、探していた条件としてはまず黒で A4 が入る、こう裏返したらね普通にこうバッグに見えるっていう感じのもので、まあ、このぐらいのサイズ感だったら組みやすいかなと思ってこちらにしました。まあ、あんまリボンフリフリとかもちょっと自分の好みとか服装には合わないかなって思っていたので、やや控えめぐらいのものにしてます。これ本当買ってよかったですね。荷物もね、いっぱい入るし、そんなに重くないしっていう感じで結構ね、使っていたりします。板場をね、組む様子も一応動画に撮ってあるんですけど、まあ、こんな感じでねクリアファイルにこう印刷したスチル貼ったりとかで缶バッジをねこう組んでつけたりしております。缶バッジだけでもいけそうだったんですけど、まあ、今回まずこのテレガオ黒猫祈りを真ん中に置きたかったのでこちらにしております。で最後なんですけどこちらです。ときめきメモリアルガールズサイドシリーズのアートワークスということで設定画集ですね。表紙はあのりょうたくんで、まあ、ちょっとね鎖骨りょうたの鎖骨すごいですね。さすがイギリス仕込みだな。表紙もなんかすごくって、なんていうのアルミホイルみたいなこの光り方と汗がねなんか立体的になってて、そう、りょうたの汗が触れるんですよ。すごいなっていう。もうめっちゃ良かった。やっぱ GS4 がね、メインで、初期のデザイン案とか、いろいろスチルもね、載っていたりとかして、めちゃくちゃ読み応えがあります。もうニヤニヤしながら読んでます。ただですね、こちらなんか中身に印刷の不具合が一部あったみたいで、私全然気づかなかったんですけどね。なんと、コナミさん、修正したものをなんかもう一冊送ってくださるそうで、いやなんかどっちも大切にしておこうと思います。設定資料集みたいなのも本当ありがたい。いろいろはかどる。まあ、今回は本当文章とかっていうよりもあのキャラクターのデザインとかがメインの設定画集なので、このキャラクターがどういう背景で生まれたかみたいなことまではちょっと知ることができなくって、もっと文章をたくさんの設定資料集とかもあったらすごい嬉しいです。もちろんね雑誌のインタビューとかねいろいろ読ませてもらっているんですけど、うん、でもなんかそういうのもあったら嬉しいなって思っています。はい、というわけで私がこの冬買ってよかったものをご紹介しました。それ以上にね手放すっていうことも今やっていて、いろいろ断捨離しながら整理をねしていますので、なんかそういった様子、そう買うものだけ紹介するんじゃなくって手放すものを紹介するのも面白いかなって思ってるので、またそういった話もね動画にできたらいいなと思っております。
このチャンネルでは大人オタクの QOL 爆上げを応援しています。推し活 Vlog や購入品など動画にしてますので、ぜひ他の動画もお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。